誰かわかる。ウエスト。西大吾だよ。あら、西大吾さんだった。今日はね、格好見てもわかる通り、はい、サッカー系企画です。全然違いますね。釣りです。はい、大吾さん。釣りですね。はい。じゃあ楽しんで。今日はだからもうなんか企画とかじゃなくて、のんびり休日を見せるみたいな感じでいいですかね。はい。僕、まあ変わんないもん、休日と。あ、なるほど。それを勝手に撮ってもらってるだけ。じゃあちょっとプラプラついてくんで。お願いします。自由に釣りしてください。よし。フライフィッシングっていうのを今日やっていこうと思うんですけど、まあ、ルアーなんですけど、はい、手張りです。やっぱりなんか北海道来てからフライフィッシングの率が高いように。しかやってないです僕。ここの川は何が釣れるんですか。アメマスですね。アメマス。またニジマスとはまた違うような。在来種。へえ。アメマスは北海道しか釣れないんじゃないですか。あ、そうなんですね。まあ某有名スポットなのかな。まあ、普通にそうですね。うん、どこでも別に釣れるんすけど、フライって、まあ、僕ドライフライなを今日はやるんで。ドライフライ、はい。浮かさないでもらって。へー。お、スプレーだ。水に浮くようにこう、こういうのをやんないとダメ。撥水スプレーみたいな。あー、結構強いこれ。俺転ぶ。なるほど、これはすごい。右側でこうやってやるから。あ、できるだけ。わかりました。はい。はい。魚って上流見て待ってるから、上から見ると割れやすいから、ここ下からこう行った方がいいね。もう大悟さん見えてるんですか。これメガネしてるから。ああ。流れが複雑になってるから、はい、難しいんだよね。なるほど。一本の綺麗な流れだったらやりやすい。はい。ガチャガチャなってますもんね。まあでも素人が見たら何言ったか分かんないけどね。釣れたよ。来た。すごい。これね、ウグイかもしれない。ウグイ。おお。早い。アメマスです。アメマス。はい。一番狙いしてるやつの赤ちゃん。赤ちゃん。まだ開始10分ぐらい。おお、すごい。めっちゃ。やっぱ模様が綺麗ですね。ちょっと俺ピンクっぽい感じなんだ。紫っていうか、こんな感じで。いいっすね。West。本当サングラスした方がいいよね。危ないから。はい。こっちもいいね。そうなんすね。どこもいいね。ちょっと流れ強いけど。あ、今送ったよ。おう。出た。見えない。見えないっす。全然見えないっす。ちっちゃいね。見えるんだ。でも流れがさ、ちょっと緩いところあるじゃん。はい。こういうところで行ったりするから。ちょっと雨続きでしたもんね。だからどうかな。知ってないかもしれない。はいはい。出た。お、すごいよ。すごいすごいすごい。あ、本当だ。ちょっと垂れていい。本当だ。さっきより全然大きい。おお、すごい。でけえ。よし。ネット忘れちゃった。よ。すごい。これもまた綺麗な。これ綺麗、いいね。はい。これもアメマス。アメマス。これは結構でかいホスか。これはまあ、悪くないですか。うわ、元気だ。2匹目、でかっ。これ食えるんですか。食えるけど、そんなにあ、うまくない。難しい、アメマスは。はい。よー、すごい。綺麗。まあ、綺麗だね。やりましたね。やりました。2匹目。このままいいんじゃない。すごい。40はないけど。だいたい大きいのだとこんぐらいってことですか。まあこれはいい魚だね。なるほど、順調ですね。絵だと思ってんの。これはもう完全に大人ですか。大人ですね。うん、針のあの、はい、返し一応取ってるんで、はい、こうなってるフックの返しをこれ取って潰して置くと魚に優しいっすよ、ね、なるほど、順調だね。順調、すごい。でも今やっぱさ、いいところ2つの流れの間通していったらやっぱいいのいるよ。昨日ちょっと初めてマグロハンドの釣りっていうのやってたんだけど。何ですか、二刀流ですか。 2つのこう手で扱うやつ、はい、それはちょっと投げるの難しくて。ああ、はいはいはい。でも思ったところに投げれないとちゃんと釣れないから、昨日は全然釣れなかったですね。やっぱり慣れてる。こっちはね、そっか、思ったラインに投げれるかな。はい、ビビってるビビってる。はい。見えるなぁ、フライ。これ難しいな。手前に速い流れがあって、
奥に細いじゃん、はい、奥に流してる時に手前にこう糸が引っ張られて手張りが変な動きしちゃうんですよ。自然に流れてない感じ。なるほど。じゃあできるだけ自然に流してあげる。うーん、どうすかプライセッチ。楽しそうでしょ。いや楽しそうですね。こんなに釣れたらそのピュンピュンピュンが怖い。ちょっと怖いですけど、まあでもアングラス、なんか気づいたら結構奥まで行ってるっすね。そうやってさ、知らないうちに結構行っちゃってて、クマのいるところに、はい、クマのいるようなところに行っちゃうっていうね。ああ夢中になって進むから怖い怖い。あトビとかいるっすね。いるよ。野生ジャンゴ高谷くんが持ってかれるとかっていうね。そうっすね。軽くこんなやだよ。まあ野生動物と何かしらのアクシデントは高谷くん後で見せるんで。やだな。これ変えますか。はい、これあれですね、雨の日の川が危険なの分かりますね。こんなに浅くてもさ、はい、いやそう、足首全然なんか流されそうになる、はい、だけでも持ってかれるって感じがすごい。皆さん気をつけてたほんと。いやほんと気をつけた方がいい。これは結構流されてなくなってるもんね。そうっすね。セミで出た。セミだ。ほんとだ。セミでいこうか。ほんとにセミだ。かわいいなそのセミ。フライはいつでも変えれるようにこの胸にこうつけてるんですね。あでもなんかよく見たらいろんな虫の形のフライがあるもん。大きいルアーってでも投げるの難しくて重いから。ああなるほど。フライって軽いものをこう投げるようにできてるから。あその分あれが重いですもんね、紐が。そうそうそう、紐ちょっとラインがね。はい、ワンバンだと重いね。なるほど。ウエストお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？ここは。まあまあまあなん釣れました。まあまあ。うん。2匹。本当あれ50アップぐらい釣りたい。50センチ以上ですね。はい。移動ですね。わかりました。IDO。はい。IDO 移動。IDO って言うんだ。釣り界隈では。了解です。ついていきますね。小話でいきます。登れなくね。おサスケ。ちょっとじゃあ上流の方来ましたよと。ちょっとね。綺麗でしょ。綺麗ですね。てか。いいわ、いい仕事。いい感じなんだけどあんま釣れないんだよね、ここ。お、魚いたぞ今。でもこっちの姿見たと思う、多分。葉っぱを食おうとしてきてた。勘違いしてた、多分なんか。いるんだな。だいたいワンスポット1時間ぐらいなんですか。いや、その魚の釣り具合とかにもよる。食った。うわ見えた？全然見えないです。いやちょっと微妙な感じで食ったな。まだ出るか。うわ、今ももう一回遅れてきた気がする。お魚は同じですか、さっきと。まだ。やる気出てきた。え？釣りって無言になるから YouTube 向きじゃないよね。ちょっと環境動画みたいな。しかもさ、尺別にそんなにいらないじゃん。でもなんか十分じゃない。そのまま流しちゃえば釣れてるし。まあそうですね。動画を通してちょっと自然を感じてください。それだね。はい。疲れてるでしょ、みんな。そう、ちょっと東京とかに食いに来たよ。おお。結構でかい。やめた。ちょっとフライ変えよう。ここだっていつも釣れないからさ。ちょっとあんま来ないでよ。そこあの。わかりました。これシビアな状況ですから。バチャバチャとか言ってさ、降りてこないでくれる。これはディスクスティミュレーターみたいな。エイリアンですか。なんかいろいろな名前があるんだよね。ヒゲナガ系かな。ヒゲナガ系ですよ、皆さん。覚えててください。あの逃げ流って虫に模した感じの。なるほど。大悟さんも老後は毛針を粛々と作る人になるんですか。そうなんだろうな、はい、一人で今のところあんまりそこまでしたいと思ってない。そうなんですね。やっぱ自分で作った毛針で釣れたら気持ちいいんだろうね。うん、あの一回もらったやつとかあれ手作りでしたもんね、おしょろで。ん、いやあいつでかかったな。連休明けっていうのがね。そっかそっかそっか。一回釣られてる可能性が高い。難しいポイントですよね。なるほどね。っていう言い訳。一回水つけたら一回乾かす動作必要なんですか。いや、そんなことないけど、こうやってあのどこに大変に飛ぶかなっていう。ああ、なるほど。見ながらですね。俺も見える状態でやると、もうちょっと盛り上がるかもしれないね。はい。買ってきなよ。言いますか。うん。1個あったのに俺。そうなんすか。負けちゃった。あらら。これだと全然だね。セミの方がいいかもしれない。あらら。なんかやっぱ一発で栄養になるじゃん、はい、セミとかでかいから。はいはい。ああ、そういう方がでっかいなって言ったりするよ。意外とワンパクなんですね、魚も。ワンパクで。そっちにもあったんですね。うおー、すごい天気がいい。天気いいっすね。ん？ん？はい。急に。あれ。
どうしたんですかこれ。大悟さん落としたのかな。ったもらったの。もらったんです。こんなピチャンって地面にこんな渡してひどい方っすね。渡した方もらったの。俺がっすか。さすがに汚ねえな。トータル1万円。ほんとっすか。行っちゃいますよ。行くんかい。めっちゃ嫌じゃん。そんなやつを人にかぶせようとしてたっていう。